はい、どうも皆さん、ズマです。えー、それでは今回も This is a Police やっていきましょう。マフィア元メンバーお食に守りだしの状況。ま、あそうだよね。完璧。も市長がそもそもブサン臭いほど極まれないからね。え、は、ー、い、中小で。はいはい。ま、あ行きましょう。しばらくは警察パートが続くんだろうか。はい。今日は帰ってもいいですかいいよ。 疲すパーシー。もう、お前はもう何でも許そう。いいよ。今度一日あげたいんで。会員の誕生日が、これね、意外とこういうのね、ものすごい大事にするんですよ。あの、日本の学校だとね、何を言ってんのお前はって話になりますけどね。あの、海外とかだと自分の誕生日とか、こういう、子供とか嫁の誕生日とかって休み取るんですよ。はい。な、なんでも会員の誕生日、はい。僕はもう、 うなずきますよ。OK。それぐらい誕生日重要ですからね。ペナルティ、なんすか銀行口座の資金の25%、はい。ちょ、待ってくださいよ。<laughs> 数々の違反声、まあ、違反声知ってるからね。おっともう、うるさい。ふ <laughs> え、どうしようかな。シェアしよう。レイプ これは結構、ホームレスのな。闇夜に負けてパン屋にしめ込み。店内でタラク食べたん大惨事だよ、このホームレスども。逮捕逮捕。こうでしょ。もうなったら誤送車も出動していいぐらいの感覚だよね。こうやって見るとシフト A に比べてシフト B 弱いよね。もう一人シフト B に雇っとこうか。やめとこう。 しぼ、<laughs> <渋っ笑>プロレスラーみたいなのがいますけど。まあ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 。ろくなやつがいなかったね。これがリニューアルされたら行こう。お、サン行か。もちろんヘルプしますよ。レイの馬の事件後。はいはい。チェバース。チェバースも雇った時はものすごい優秀だなっていう感じだったけど、なんか、こむそうでもないね。レイプ。 けけね逃れられらるわけがないいいね。ちょっと少し余裕が出てきた感があるかな頭数ね、あの、変なアクシデントさえ発生しなければ。とこのこのちのこのマークは何なんだろうねこの、めっちゃ強いのかなカフェブリッツ。行きましょう。強烈なパンチを食らってしまった <laughs> <laughs> 地面に通るとビヨンこれちょっと大惨じゃないのこっち朝のデイビス。バーディーで行きましょう。<noise> 料理人も、お、窃盗。すいません。あの、<laughs> 何があったんですかあんたたち。これあんたたち、今何かしてるあ、してますね。あ、なるほどなるほど。ちょっと待って。 はいはいはい。あ、これ別の窃盗事件ってことはあ、やっぱりだから、全員出すのはよろしくないってことか。なるほど、勉強になりました。二人か一人か二人で、対処しろってことなのね。なるほど。これも今後続くのかな喧嘩騒ぎ。まあもちろん捕まるよね。 でしょう。デイビスが来ましたね。、完了。さようなら。<laughs> はっきりされ。これはいけませんね。なるほど。はい、はい。、全滅さん。ええー。<laughs> えぇー、チェバって、そんな優秀な人形を出すわけにいかないよ。これ、朝のデイビスで行きましょう。いってらっしゃい。ていうデイビスは優勝優秀に、一歩足を踏み入り始めてるけどね。これ気になるな、セットね。はい。お、なんかサンド行も、こっちにいくか,かはい。チェバっし行ってらっしゃい。 <laughs> 柔軟のぎる、ずっと難しいです。ースにドーナツのサービスからそうですかま、あこれはありがたいよね。こういうサービスだね。金結構減ったな。しかし。お、公然忘れこれは大、大事件ですよ。ふふふ。ズボン脱いだ。の、はいこ。あ、喉を切り裂くか。<laughs> ここにいる観客全員のあれを切り裂くかと思ったよ。 ま、あここは、コチ、朝の大オシロで行きましょう。オ城シロって言うとどうしてもあの、オ城シロ無限が出てきてしまうのは僕だけでしょうか <laughs>。シャドウタクティクスをやり込んだ僕だけでしょうか。オ城シロ無限が出てきてしまうのは。懐かしいね、オ城シロ無限ね。いや、つは真の侍やったね。いや、シャドウタクティクス、実は闇でコソコソやってるんですよ <laughs>。 <laughs> やっぱ面白い、あのゲーム。お、来ましたね。映画が今度でしね、映画館上映中だと。えーっと、静かに男に接近しましょう。来ましたね。完璧ですよ。ありがとうございます。コチがどんどん強くなる。破壊行為。もう時間が時間だから、ちょっとコチを待ちましょうか。何人二人か。ごいが屈辱的な言葉で訳かされたと。はい。 武器を持っておせん。めちょっとまあ落ち着いてください。どうしようかな。バーディー・チェバースで行きましょう。これは解決しない時期はないぐらいの感じですよね。これだったら。パーシーだけは本当に忘れないようにしないとまずいね。お、セットどうだったお、来ましたね。早そ々うそう開始。ちょっと待って、これ、あ、へえ。この人が、 窓ガラス、違うわ。窓ガラスを割ったこの人が歩いて、レンガは一体何なんだえ <laughs> えーっとこれちょタッチオンするのが好きってことだね <laughs>。はいはい。 警報局故障中ですとこの人が犯人ってことはいはい外の歩道に落ちてるってことは中からってことだよね窓ガラスが割れたのはじゃあということはこれじゃないぞこの人は内側から割ったんだ レンガは待って。レンガを、こうでしょ違う。え、これ写真揃ってないのこれ。こう。違うな。レンガはカモフ、あー、ちょっと待ってよ。レ、レンガを入れて、この人がせ 通しててて窓ガガラスをを割っっレン置いた違う違うええ。これ、レンガを <laughs>、えー、ンガ取り出したのかとなると、この人が、絵を取って、割って、レンガを取り出して、置いて、違う,うーんちょっと待って、これでも、なんでこの服の色が違うんだ え、これ完全に揃ってるよねこれ写真ねこうか違いますかええー、この人が A 撮ったよね間違いないこの警備員がねそこの赤い服の人間が怪しいのか筒を肩に乗せた人物が 自主取り掛か,かったと。それは、それはこの、この人だよねこのションベン野郎だよねえぇ、ー、難しくないそれは。えぇ、ー、<laughs> ちょっと待って、これ揃ってるよね全部きっと。こうじゃないの違うのこれ。 いやー,ーえー、違うのこの警備員が、この人が絵を撮って、警備員があるって言って、窓ガラスを割って、カモフラージュのためにレンガを外に置いて去ったと。そういうことじゃないのえわ、ー、からん。まだなんかあるってこといや、ここで解決できれば、こっちのセットの方に人回せるんだけどなぁ。 ええー、<laughs> ちょっと待って。難しくないこうあった。逆にだよ。逆にだよ。ちょっと待って。待って、もう一つこう。えー、っと、ケージを、例えば、グラスゴーさんをブレ、ビーズリーさんと入れ替えて、そしたら対処できるかしら。これで、できますね。よし。<laughs> よしじゃねえんだよ。根本的な <laughs> 解決になってねえだろ、それは。 いいですね。ちょっとすみません。あのー、これを動画を見て気の向いた方、ぜひ、助けてください。<laughs> 僕には分かりません。僕の、スズメの頭では。いやー、どういうことなんだろうな、あの事件は。まあでも、この西洋羽根病院のこれに関して、窃盗に関して、捜査始めることができたのは、うわ、これ、また難しい。 <laughs> ぜひ、ぜひ気の向いた方は助けてください。えーと、ゲーム時間終了。翌日行きましょう。この3はどっから来ないこの、す、少ないポイントの増え方は。もう、これはしょうがないことなのかしら。終了。では、19日目ですね。あ、ロベスピエル。出てきましたね。フリーマ大学、授業料の下げこれ大事よ、こういうの。なるほど。 これ、ロベスピエール、警察当局に自殺を言いやつが、ね、これ、人取られるパターンでしょめんどくせえな。はい。トレボーは今日欠勤した。<laughs> すみません。いきなり欠勤すなよ。トレボー全然仕事しなくないかお。教託無料のビズワークが。よかろう。疲れすぎてフラフラです。サム、帰れ。親戚にやってくるんです。海外に住んでるの初めてです。休暇取っても明日、 いや、これでも休みすぎたらダメ、ダメ。あ、そうでもないな。<laughs> はい、でもよかったな、むしろ。さあ。なんですか給料。少な。公式の苦情。またですか何よ、今度は。爆破予告。すごい。怒れる木材伐採人。あ、よろしく、はい。 先日亡くなったつまり病院の治療拒否され、はいはいはい。ちょっと危ない人だね。えー、っと、ドゥラック、サマディ、グラント、スコット行きましょう。自分取ります。ありがとうございます。すべて取ります。アジア人の警官を雇よ当日に最低3人の、はいはいはい。8月5日。 フォーニーがアジア人で、大城無限もアジア人だよね。ちょっと待ってよ。これや、これは雇いけるでしょ。これは楽勝でしょ。ほらほら。リオカちゃんっていうのがいるよね。8月5日結構まだ、今日は何月何日ですか <laughs> それは書いとけよ。えーと、コがアジア人でしょ、これ。大城無限がアジア人でしょアスモさんアジア人でしょ ね4-2これ、どう見てもアジア人だよね。これはだから特に問題ではないってことですね。村田さんもまあ雇っておくか,だかどっちに追加するかってシフト、パーシーがこれ数として数えちゃいけないかな。ジュリアのパーシーは。どうしようかな。個別に焦る必要ないからいいか。今度で。 8月5日っていつよ今は、8月2日か。じゃ、もうすぐじゃんね。あ、これは問題はそうですね。ようやく、あの、<laughs> 市長の意向に添えることができそうですね。ようやく <laughs>。今まで、もう、な、散々何もしなかったからね。はい。えー、大衆道訪問者が溢れていると。あ、さざん軍隊配備しちゃう、これはやりすぎだな、ね、気がするな。ターチに避難するよう命令すると。 こうしよう。即席爆弾が見つかっただ。えー、全員が避難しとを確認しましょう。いいね。完璧。完璧。素晴らしい判断でございます。所長。まあ、事件が少ないな。事件が少ないように思えるのは警察官が足りてるからなのかしら。じゃすいすい解決するからつまのもあんのかしらね。 今日した公然を忘これは大事件ですよ。はい。どういうこと <laughs> ああ、なるほどね。ある一種の一番。なるほど。まあ、これはちょっとクックさんで、若者たちを、一撃見舞って、おうそう、処理入るうとし彼はチベットの僧侶で、警の時暴力というもの,の本質で働いてり入れてありますか。まあ、入れてやってみてくれ。<laughs> 何が起きるか楽しみだから入れてやってくれ。マフィアの、あの、ヒットマンだったらどうしよう。<laughs> 話を聞かせてください。所長に話を聞かせてください。いきなり打ち殺されたりしてね。お、サンド一家。もちろん。はい。彼女のバスがバルのチンピラル阻止されてしまった。なるほどね。まあ、サマリー・スコット、いってらっしゃい。サンド一家に関してはもうバキバキにヘルプしますよ。こうでもまあ、大丈夫でしょう、これは。いいですね。犯人って 誰なん <laughs> ところで、この場合の犯人って。あの、あの、今度も買ってこいやーっていう、言ってた子供たちってこと。あいつら逮捕したってこと。<laughs> どういうことなんだろうね。まあまあ、その辺はね、ゲームなんで、詳しくは触れないようにしましょう。おちょ、サンド一回ヘルプ多いな。はい。住所症木前に書いてると。はい。閉鎖されたスタジアムの責任者からの、ね、奇妙な格好したもの。スタジアム。スタンディに持っていらっしゃい。4に。行ってらっしゃい。 こフォニーアジア人だよね。こ <laughs> これで判断するしかないんだけどさ。アジア人だよね。これでアジアで嘘をつけって、アジア人じゃないじゃないか、アジア人がいないじゃないかって言われたら、お前なって話になるよね。最低3人だから、最低3人だから、シフト B だけで、こっち大城浅野がいるから大丈夫なはずだよね。暴行。なんか、あ、じゃあ私のベイビー殺してしまうわと。 <laughs> この恥知らずってすごい言葉だと思うんですけど <laughs>。結構ダメージのでかい言葉だよね。この恥知らずって。えー、ドゥラックラント、バンダル、ってらっしい。恥知らず <laughs> 言われたくない言葉、トップ5にランキングする言葉だよね。怖いわ。恥知らずか言われたら。 もうすスイスイ行きますね、ここ数日。お、こ行。誤報。たくー。たくーというのは、まあ、しょうがないかなっていう。のは、警察が垂れてるからでしょ。キリキリ。警察がキリキリの状態だったら、お前なーってなりますけどね。お、殺人未遂。これは結構、えげつな実験。そうでもないのか。二人のギャングが安細った男性の足を掴んだ。ちょっと待って、これ。<laughs> 大事件じゃね、これ。 そんな。軽いノリだったけど、今のね。まあ、これもなんかの通過儀礼なんだろうか。19日目が終わろうとしてますね。お、来ましたよ。これは、お、そう,そうおちょっと待て。こいつか犯人は貴様か、スティーブンズ。あ、スティーブンで。フォンディア。 この警備員はむしろレンガを見つけた側の人間ってこと警備員を疑っちゃってたえ、でもこの写真なんだよ。えフォンデホフが怪しいってこといや、ここは僕は、証拠写真ってこれ写真撮られてるじゃんね。これ写真を撮られてるって。 ええぇ、ー、<laughs> ちょっと待ってよ。すべてを一からやりまう。これをぶん投げて、この人が入って、自転車で殺されたことで、え、僕この人怪しいと思うんだけど。えー、っと。 警備員か。朝方でさえ、はい。床にレンガが落ちてるだけです。こう。ちか。だって床にレンガが落ちてるだけでしたと。床どっち外内内側じゃんね。ということは外からレンガをぶん投げたと。いうことだよね。フォンディアフォッフが、究極に怪しいってこと でもこれさ、破片のほとんどが外の歩道に落ちてるっていうことなんだからさ、どう考えても内側から破壊したっていう話だよね。だからこれレンガはむしろ、デコイだと思うんだよね。だやっぱ怪しいのこの人なんだよな、僕の中では。l e 待てよ。外のレンガをこの人が拾ってバッグの中に入れて、歩って言って、 これをかっぱらって破壊したと。違うえぇ、ー、<laughs> そんなバカな助けてこれ <laughs> えぇ、ー、こう、違う。待て、これは、盗んだ後に破壊してクールに立したら違う。いやー難しいなぁ。 外に割れてたってことでしょ外に。外の歩道に落ちてるっていう、もうこの時点で内部の犯行だと思うんだよね。これがもう、ここで間違ってる気がするんだよ。えー、ちょっと次、続報待ちましょう。<laughs> 続報来るのか、これ。はい。そっちみ見せます。これは大丈夫でしょ。そうだね。大丈夫ね。ええー、難しすぎるよ。 ちょっとこれどなたかあの、ぜひ助けてください。このセットね、セット。<laughs> 美術館のセットぜひ助けてください。いやー難しいなこれね。これでも証拠写真は全部もう出揃ってるのかなということで勤務終了ですね。謎が謎を呼ぶ、セット事件。ちょっとなんかこれ、バルガのこの増え方が嫌なんだけど、サンドよりもバルガ気になっちゃうわ。 何の問題もなく、終了ということになりますね。えー、ということで今回もこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回